い、どうも皆さんこんばんは、かずきみじです。最近皆さんツイッター、ツイキャス、YouTube のコメント欄とかで、麦茶さんジョーブログのこと嫌いなんですかっていうコメントが多かったんで、今動画にしようと思って動画撮影させてもらってるんですけども、まず皆さんに勘違いしないでいただきたいが、僕あんまり人に対して嫌いっていう感情を抱きたくないというか、ヘイトマインドっていうのは自分にとってプラスになるもんじゃなくて、どっちかって言ったらマイナスになるようなもんだと思ってるんで、僕はできるだけ苦手だなっていう表現を使いたいんですけども、ジョー君に関してはまず嫌いでもないですし、苦手でもないんですよ。もう元々あの人はいい人ですし、根はね、根はいい人ですし、みんなが言えないようなことをストレートにズバッと言うような人ですし、熱いし男らしい発言をしていく、それはみんなも知ってるじゃないですか。ただ僕はそれは間違いないんですよ。男らしい発言するし、間違いないことを言っていくし、それは間違いないんやけども、ただジョー君の日常があんまり男らしくない一面を持ってるっていうのも僕は知ってるんで、あの人の言葉はちょっと薄っぺらいなっていうのは僕は思ってて、ちょっとうーんってなるところはある。ただ苦手でも嫌いでもない。そう思ったきっかけっていうのを数点か喋らせてもらうと思うんですけども、まずはその関西 YouTuber 売名選手権っていうのがあったのを皆さん覚えてますか？記憶にまだ新しいと思うんですけども、去年か一昨年ぐらいにあったんですけども、ジョーブログ、田村家の日常、公平、この3つのチャンネルのジョー君、タムチン、公平、この3人がメインとなってイベントを立ち上げたんですけども、これは何やっていうと、名前が売れてない YouTuber 全国から集めてきて、参加したいって みんな言うじゃないですか。みんないろいろ出し物をして客呼んで盛り上がってっていうイベントだったんですよ、ざっくり言ったらね。でそれに僕とデカキンさんとトモキンさんとかがゲストとして、スペシャルゲストとして呼ばれて、僕はトモキンさんのビートボックスと一緒にラップして、でトーク、あとは名前のまだ売れてない YouTuber とかのショーとかを、コメントしていく、あとはデカキンさんとローション相撲とかしたりだとか、いろいろしました。でそれに関してなんですけども、まずは僕が一番おかしいなと思ったのが、そのイベントがあった場所が大阪の日本橋のみそのユニバースっていう場所であったんですけども、ご存知の方もいると思うんですけども、みそのユニバースっていうところは結構キャパが大きい、広いんですよね。800人ぐらい入る場所で、でタムチンと公平はもちろんその3人でやってるわけですから、企画者のね。だから赤字が出ると思ったらこうじゃないですかっていう権利はある。だからタムチンと公平はジョー君に対して、いやそこはちょっとキャパがでかすぎるんで、もうちょっとちっちゃい箱にしませんかっていうことを言ったんですよ。もちろんだからキャパがでかくなればなるほどお金がかかるわけですからね。だからちょっとコスト下げて、もうちょっとちっちゃい箱にしませんかって言ったら、ジョー君は、いや俺の立つステージはもうここやねん、俺はここまでイベントを何回もやってきたし、今まで赤字を出したことないから黙って俺に任しとけっていうようなことを言ったんですよ。それで実際は18万円の赤字が出て、タムチンと公平に約6万円ずつを支払わせてるっていうね、ちょっと責任感がないなっていう、僕やったらそれはさせないというか、みんなで「みそのユニバースどう?」ってジョー君が言った時に「あいいっすねいいっすね」ってなるんやったら、全員で割り勘っていうのは当たり前やけど、そのみそのユニバースって言い出して、タムチンとか公平はいや違うでしょって言ったのに、いやそれを押しのけてやったのに赤字が出たらみんなで割り勘かよって、それは男らしくないなというか、いや間違ってないんですよ。割り勘するんはもしかしたら当たり前なことなのかも知れません。でも男らしいかどうかって言ったらちょっと違うなって。あとはその関西 YouTuber 売名選手権でデカキンさんとか僕とかトモキンさんが来てたわけなんですけども、僕もともと出るつもりじゃなかったんですよ。タムチンがそのジョー君に麦茶さんとかゲストにどうですかっていう話を持って行ってくれて、でジョー君がありやなってなって僕に連絡してきてくれて、じゃあミーティング行きますねって言ってミーティングに行って、僕は断るつもりだったんですけども、まず最初にジョー君からスペシャルゲストとして来てもらうわけやから、当然ギャラも払うから出てくれへんかって言われたんで、僕はギャラ出るんやったら出ようかなって思ったんですよ。っていうのもね、僕はその時大阪住んでて、そのすごいお金に困ってたんで、1日でも多く仕事をしたかったんですよ。だから去年とか一昨年って僕 YouTube の投稿頻度すっごい低いでしょ。あの時はずっと仕事してたんですよ、寝ずにね。そのお金が必要だったんで。だから仕事せんでも、それに出たらギャラが出るんだったら、仕事行ってるのと同じやし、楽しいし、じゃあ俺はそっちを選ぼうと思って、実際出て、いろんな言われたことやったんですけど、未だにそのギャラの話も固まらないまま、ギャラも支払われないまま、ジョー君が僕の登録者を抜いた瞬間にジョー君からツイッターのフォローを外されたっていう、もうそこのっていう、ツイッターのフォローを外されたのは 100歩譲って、鼻が伸びちゃったんかなっていう、誰にでもそんなことありますよ、天狗になっちゃうことも。だから切ったんかなっていうのもありますけど、そのギャラに関してはちょっとちゃうんじゃないかなっていう、払うって言ったのに払ってないやんっていう、それもありますし、まずあの人は動画に、僕の動画に出させてくれって言うから、僕がコラボして、ジョー君も自分のチャンネルにアップしてとかまでやったのに、自分が売れたら金のかよっていうのも思いますし、
まあだからそっから発言が男らしいけどやってることはあんま男らしくないな、だから言葉が薄っぺらいなって僕は思って、まあそういうような発言をしましたっていうことなんで、まあそのなんていうんかな、別にジョー君が悪い人ではないけど男らしいのは違うかなっていうのは僕は思ってます。ちなみに僕昔メルカリでトシキ卵を出品しました。300円まで行きました。メルカリの運営から消されました。